先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。先生の今までの文法の歩みを聞かせていただこうかと思うんですが、はい、先生、どういうきっかけで仏法に出会われたでしょうか。昭和60年が始めなんですけど、まあいわゆる心の苦しみの問題ですね。小さい頃から人は何のため生まれてきたのかとか、何が本当の幸せなのかということを時々親に聞くことがあったらしくて、変人と言われていました。あだ名を変人と母がつけまして、なんかとにかくこの子は変わり者変わり者と言われたことがあったんですけども、まあそういう思いがずっと長ずりにつれて強くなっていきまして、で特にこの結婚によって、そういうことがはっきりとしてまいりましてね。だから結婚生活というのはありがたいことだなと思います。この人生のこの目的というのがいろいろあることが分かりますのでね。それで結局いつも心がずれていったら、それまあいわばそれが大元の因となるでしょうかね。でそれから求めるように、その心がとにかく求めていくわけです。真の安心を得たいとか、本当に私が何のために生まれてきたかを知りたいとか、それが結婚してから15年後に訪れたんですね。だからその間はもうまさに修羅場でありましてね。もう2人は今に別れる予定、随分といろんな人から取り沙汰されて、私もやがてそうなるだろうと思っておりました。ところがその15年経って、あまりにももう暗い顔をして、職場でも嫌われ、高等学校の教員もやっておりましたけど、生徒さんから嫌われて、もうどこにも行き場がなかったですね。身も心も折り場がなくて、子どもたちにも恵まれましたけれども、やはり私の心を埋めてくれるということではなかったんですね。でそれを見た、この毎朝真宗の教えを聞いておられる主人のおばさんが、一度でいいから浄土真宗の教えを聞いてごらんよと言われて、でもう縄で引っ張るようにして連れて行かれたのが昭和60年の3月のことでありまして、でその時、昇進芸のお勤めだったと思うんですけど、とにかくこの念珠も持たないで行くわけですから、念仏ももちろん唱えない、全くこの世の中の暗い部分だけをいつも恐ろしい顔をして見つめているような生活をしておりますのでね、お寺に行っても何の感動もなかったわけです最初。ところが御法話が始まっている途中から、何か声を聞いたような気がいたしまして、これはもう体験だから仕方がないんですけどね、よく来たまっていたと、言われた声が聞こえたように思ったんです。その一声を聞いた途端に、心のこう張りっていうか体の緊張とか全部一瞬溶けたような感じがしました。何なんだろうこの感覚はって、生まれて初めて味わう、その時は38歳ぐらいだったと思います。だから38年はもう誠に右往左往した、まさに鳥の羽が飛んでいくような生活だったんですね。で そういう感覚がありまして、次の週に行った時に、そのこういう体験をしましたけど、どなたの声でしょうかと聞かれたんです、聞いたんですね、住職さんに。じゃあそれはあなたを助けようとなさる阿弥陀如来様の声ですよと、呼び声ですよと言われまして、それはそれは驚きました。で私はそのお方に会いたいです
どうしたら会えますか。ここは毎朝5時半からお尋常を務めておりますから、お参ってくださいという、ね、私は学校に勤めておりますし、子供も学校に行きますので、とてもそんな時間はありませんと言い訳をしましたら、できるかできないか、とにかく1週間参ってきなさいっていう、それは仁王様のように目を光らせて怒られまして、反射的にはいと答えてしまってたんです。さてどうしようと、明日から車の運転もできないし、そこでもう仕方なく毎朝5時前に起きて、出勤や朝ごはんの下ごしらえをして4時半に起きまして、でタクシーを呼んで5時半のお勤めに間に合うように毎朝タクシーで通ったんですね。そして会えません、じゃああと1週間会えません、もう1週間、こうやって1日もその欠かさせてくださらないんですね、お参りを。私が休んだ日にひょっとしたらその阿弥陀様という仏様に会えるのかもしれないという思いがありますから、まあ40前で元気ではありましたけど、勤めながら子供2人の子供の養育をしながらというのですから、それは過酷でしたね。そのお参りは4時半から起きていくということは、それでも1年2年3年と会えるまで会えるまでと言って、毎朝1日も欠かさない朝参りが続いたんですね。今思うと本当にもうすでに如来様が運んでくださっていたなということが今ははっきりするんですけど、そして2年後に商売をしていた主人が倒産、莫大な借金ということでになっていって、その前に、町の政治に携わっていた父が、私がお参りして半年後ぐらいだったんでしょうか、行き詰まりましてね、自ら命を絶とうとしたんです。でそれは未遂に終わりまして、最終的には父もそれから仏様のに助けられて一部を終えることになりました。で私の場合は2年後にそういう借金を通して人生ということ、そしていよいよ離れることができない阿弥陀様とのつながりを身をもっていただいていくことになりまして、それが10年続きましたね。で10年経っても、借金生活はほとんど変わりませんで、その間には主人が家を出た、よほどやっぱり苦しい時代でありました。で11年後に何もかも捨てて、主人が家出をして帰ってきました時、お坊さんになりたいと言ってくれましたんでね、それならということで、主人が大学の、講義を聞きに行くことになりまして、で得度が終わった時点で、今度は私がどうやってこれから人生を送っていこうかということになりました時に、僧侶の道を選ぶことになりました。まだほとんど借金は残っておりましたから、みんなが反対してしまったんですけど、私を育ててくださったこのご住職様、善知識様だけはじっと念仏してくださいました。それからその滋賀県のお寺に入ったのが、もう50歳過ぎて49歳の時でしたかね、11年後ですから。でそれからはもう何もかも捨てて仏様に守られていく生活となりまして、今日があります。
これでいいですか。ちょっと聞かせてください。私初めて先生が滋賀の昭光寺にいらっしゃった時に平成23年だったと思うんですけども、お参りさせていただいて、震災の年だったと思うんですね。でその時に、まあ、月に2回朝昼晩とお話しされてて、で、まあ、驚いたことが2つあって、お参りがいっぱいだったっていうこと、小さなお御堂がもう後ろまでね、お堂行で埋まってて、あともう一つは法話言うても、先生聖典セミナーとかああいうのをお持ちになって、でノートをぎっしり取られて教義の話をじーっとされてましたでしょ。覚えてないですね。覚えてます。私こういう話聞きたかったんや思って、その後お参りさせていただきましたけども。先生にとってのご法話というのはどんなイメージだったんですか。私はやっぱりお経に何が書いてあるかとか、親鸞聖人はどうおっしゃってるかとか、そういうことを聞きたかったから、先生はそれをずっと真面目に学ばれて、でそのまま話されてしておられたんで、それであんなたくさん人が来てるってびっくりした。決して優しい話じゃなかったですね。何かあるとすぐに弔問不足って言われるし、でもあんなたくさんの方が来られてて、月2回のずっとされてた、もう400何十回ってされましたね。そうですね。あれについて先生どういうお気持ちで始められて、どんなご苦労があったのかとか、最初はたくさんお参りはなかったっていうふうに聞いてますし、そうです、そうです、はい、そのところをちょっとお聞かせいただけませんか。お寺に入る、入寺する目的はただ一つですね。自らお念仏をし、縁ある人にそれを伝える、それ以外には何の目的もなかったんです。それは善知識様の教え、お導きです。門徒の数とか、お寺の由緒とか、いろいろなことに心を迷わされてはいけないと。ただひたすら自信、教人心、まあ後で知った言葉ですけど、自ら仏様に救われた喜びを伝えていく、これに徹しなさいということでしたね。だから如来さんが待っておられる寺に行きなさいと言われて、いろいろいわゆる好条件というようなお寺さんは何かじもあられましたけど、その頃無住で、しかも門徒さんは17件という、後である、人がもう随分時間経ってから、こんな誰でも見捨てるようなお寺に何で来たんですかと聞かれたことがありましたけど、そういう形とかお寺の由緒遠隔には一切目もくれないで、ただ如来様が私を待っておられ、私たちを待っておられるかどうか、その感触で決めなさいと言われる、その一声を頼りに来たんです。それが昭光寺さんだったんですね。座った途端に初めて九州のお寺さんで感じた如来さんの声を聞いたような気がいたしましてね、懐かしいお方にお会いした感じだったですね。そうすると主人も同じだったそうです。待っていたって言われたような気がするということで、もう本当に周囲は唖然としておられましたけどね。いよいよ借金は減らない中で行くわけですから、また大変な状況になりましたけど、これも如来様のお育てと。ただ念仏一つで涙出すより汗流せ、念仏一つで生きられるという言葉をいただきましてね、念仏一つで超えさせて、超えてください、私が超えるんじゃないからと、どこまでも他力の信心ということを教わってきました。最初はお参りもあまりなかったそうです。ゼロ、一覧表を作っていたんですけどね。本当にそうです。で、布教を私が始めてからがぼちぼち、増えてくださって、門徒さん以外の方が参られるようになりまして、で今でも熱心な小泉さんも、最初はご夫婦ともお参りじゃなかったですね、何年も。
ほんでよその寺に何であんなよその人たちが来るんだろうと思って見ていたとおっしゃい、今は恥ずかしいとおっしゃってますけどね、うん、だからあの法座にお参りなさる3、40人のお道行さんは9割は外部からであられましたけど、それを受け入れてくださる門徒さんであられたことがありがたかったですよね、うん、そしてもう大変だったけれども、あのお道行さんのそのおかげを持ってお寺まで次第に潤いっていくようなことになりましたね。先生がこれをあの寄付していただいたとおっしゃるように、不思議にこのこちらから要求しなくってもあのいろんな方が助けてくださるようになりました。それはもうあの後のことではありますけれどもね、最初の数年間は確かに厳しかったですね。でも念仏一つを頼りとして生かされたことは間違いないです、はい、私よう覚えてますのが、あの一緒にねお参りしてたお道行さんが、この先生は遊女の話をされるから遊女の話を聞きなさいっていうふうにこうおっしゃって、で私にここでちゃんと話聞かなあかんよって言われて、あの遊女の話っていうのがすごく私はとても心に残ってて、はい、あのよう言われてました、遊女の話をされる先生だからここでお話を聞きなさいっていうふうに亡くなられましたね。そうですね、あの夜の林道会にもずっと来て、あの 目つぶって聞いておられました、うん、先生あの遊女の話をするっていうことについてどうしてそういうことを教えられたですかね、先生からだと思いますけどね。あの九州でのご法話はもうとにかく何時自ら己自身を知れと知らしてもらえという、これが法話のテーマであられましたから、勢い遊女の御門にも触れてくださってたと思いますが、あの願文そのものよりも今日ちょっとご縁に遭いましたけど、やはりこの悪人ということについて、あの文法をしないうちは何かことを犯した人、犯罪を犯した人と限定しますね、私たちはどうしても。だから自分は悪人ではないと思っているわけですね、そういう法に触れないこと場合は。ところがこの遊女の御門というのは、私そのものが悪人なんだというように教えてくださって、それは縁に触れたらどんな人でも御逆罪を犯すし、また方々罪法もそしってしまうということは、この十法の衆生というのと同じことなんだなということには次第次第に気づかされていったように思いますね。そうするとここにおいでになる皆さんもかつての私と同じように、自分は直接関係ない友情に当てはまりはしないと思ってらっしゃるかもしれないと思うようになりました。だけど私自身であり、あなた自身がこの覗かれていく御逆方々のものであるんだということを何とかして伝えたいという思いは、法話をしていくうちに強まってきたように思いますね。それが結局往生要集の地獄を学ぶことになって、あのやりすぎたのかあのご注意を受けることにはなりましたから、今はもう気をつけておりますけどねやはりあのいかに真実と言われても、受け入れる心がまだそこまでない場合は反発しかありませんしね。やっぱり聞くという機会を、聴聞の機会を取ってしまうのも罪ですしねだから方便なくしてこの真実には会えないなと私自身が今いただいてます、うん、まさにあの遊女を覗かれるのはこの私自身であるという、ここがはっきり信じられたことが
そういうご法話となっていったんだと思いますね。間違ってないでしょうか。あと先生が お体の都合とご家庭のことでお寺出られた後に能登川のホテルで2年でしたかね、はい、の法話会をさせていただいたというか、まあね、私も一緒にお話させてもらいましたけども、あれについて何か思うとこ聞かせていただけませんか。今でもまだかまだかという声をここに届けてくださる方がありましてね。そしてあの中に非常に苦しんで結局は離婚してしまわれた奥さん、病院での心の治療を受けることになった奥さんが毎回欠かさずにお参りくださっているうちに教養新書を読みたくなったと言って図書館に行って借りられたということを聞きましてね、なかなか教養新書を本当に読みたいという心になるのには難しいですよね。だけどそういうお方が出てきておられますし、今でも電話をしてくださる方もあって待っていらっしゃいますので、ね、なんとか早く再開したいと思っているんです。あれは特に宣伝もしてないし、そうです、ね、お寺でやってたわけでもない、ホテルの朝ごはんのところでやっとったのに、そうです、だからもう後ろまで人でいっぱいになるぐらい、そうですね、いつもお参りがありましたね。そうですね。それにいわゆる僧侶の方々が多くなられたのにはびっくりしてます。はい、ともにやはり聞かせていただく真実の道ですね、お念仏の道は、うん、教えというのは本当にありがたいなと思って、まだ今の状況だったら6月までは無理かもしれませんね。9月に米原のお寺さんから声をかけてくださってるんですけどね、10月は兵庫県に、はい、まあ、そこでいつも大体先生が午前に話をされて、私が午後に話をして、 そうですね、はい、その後先生がお話しされる時に僕はいつも今だから言いますけどビクビクしてて、そうですね、話して終わって先生どんなことをおっしゃるのかと思ってドキドキしながらいつも聞いとった。とてもとても一言でも言えるようなことじゃなかったのに申し訳ない。いや、そうおっしゃっていただきたかったですけども、私もすごく大事なお育てをいただきました。ありがとうございました。懐かしい。また始まったら、はい、お参りさせていただきたいです。ぜひと思っております。はい、孫たちの3人の、ね、あれで今はもう学校から帰る頃に家に行って親が帰るまでは見ておくんですけれどもね、だんだんと子どもたちももう成長してきますので、はい、再会を如来さんがしてくださると思います。いやでも今回は本当に思いもかけないことでまさに許されてのご縁です。ありがとうございます。先生、じゃあ最後にこれいろんな人が見てはるんですけど。そうですか。どうしよう、はい、何千人って人見るんですけど、お坊さんもたくさんご覧になると思いますし、お道行も見られると思いますが、最後に何かそういう方におっしゃりたいことがあったら。もうただこの場をいただいただけでも十分な幸せです。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、いよいよ文房に勤めさせていただきます。はい、そういうことだったんですか。私はもう何のことかも全く分かりませんでね。あ、白蓮会の皆さんにひょっとしたら何かかなって言ってお父さんが住所をどこを作ってますから、そしたら渡した方がいいだろうかって言ってはおりますけれども、それは白蓮会の皆さんにご案内なのは私の方でこれをこうやって貼ったらいいですよっていうのをお出しさせていただきますけども、それ以外にもたくさん見られる方ありますね。そうだったんです。それを言うと先生緊張されるかと思って。そうです、そうです。それはその人で辞退してたかもしれませんけども、いや先生のはもう本当に皆さん喜んで私も喜んでびっくりするようなことがいっぱいありますから、
あ、ここも知らなかったな、ここもそうだったなって思って、感動を持って聞かせていただきますけど、私は今のようにその競技面はあんまり知らないままでこういうご縁をいただくことになりましたんでね、今が学びの場でいやもう先生の方でいつも丁寧なプリントを作って配られて、はいはい、であれはお醤油のご紋がもうそのまま先生の筆で載ってて、で一個一個言葉丁寧に伝えてくださって、あのそれはね、あの九州にいた時にお育ての中で、あの仏様の御教えを伝える時は、あの暗記することも悪くはないけど、一字一句を確実に伝えなきゃいけないから拝読しなさいって言われたんです。それはあのこの峠和上様という先生が、あのお弟子さんたちにずっと言っておられたように、あのもちろん覚えることは自分の力とはなっていくんだけれども、そういうこの姿勢の正されというか教えられたことがありまして、でお商業の場合はあの覚えていてもいなくても、あの拝読慎んで読ませていただくという、その姿勢で読んでるんですねまあそれでも間違えたりするんですけどもういやでもこんなご縁があるなんてまさに想像もしなかったですよね。早う行きたいと思っとったんですけど、なかなかコロナが上がったり下がったりで行く機会を逃してまして、私も今日は本当にありがとうございました。私も先生にずっと10年間お育ていただいてまして、これからもどうぞよろしくお願いいたします。もう恥ずかしいことでした。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。何万ダブ何万ダブ、いや、はい、切らせていただきます、はい、ありがとうございました。どうも、これから東京ですか？あ、はい、これから東京に参ります。